セレーネ、アトロポスに墜落した。私は無事だけど、ヘリオスは大破。スーツは問題ない。でもサイドアームをなくした。通信はオンにしておく。そう言って白い影の発信源に向かう。未知の文明の遺跡が広がっている。巨大な壁、基礎部分、それに石像。スカウトログ、アトロポス。トラのスカウトの死体を発見。ヘルメットから身元を確認する。名前は、
私の銃。信号の発信源に向かう。排除。音声ログを発見。データバンクに加える。再生する。スカウトログ、アトロポス。墜落してから30分が経過した。この森はまるで液体のようにその姿を変える。きっかけとなるのは私が死ん、ここに戻ること。アストラに連絡するには信号の発信源に行かなくてはならない。これを聞いてるあなた、あなたもここから出られない。こんなログ残してない。
これは大量のセンティエントの遺体を発見。この文明を築いた種族かも。白い影の信号を送った生命体。襲われる触手に絡め取られて叫びながら溺れ死んで生き返る。